犬鳴き別館とは、現在の福岡県宮若市犬鳴きに所在した城である。建築当時の地名は犬鳴谷村。犬鳴き山五別館は、慶応元年に福岡藩勤労上位派中心的存在であり、中老職の加藤師所の推進によって建てられた城郭の構造を持つ館。福岡は海岸ゆえ、 上位の時なり傍聴後征抜については、A.A. 微斯加担いたすべき間、海岸の城は不都合とて、右様犬なき山の別館取り立てとなったもので、源氏元年7月から着工、翌慶応元年に竣工した。しかし、当時福岡藩における、金納上位派と砂漠派が鋭く対立、別館建設は金納上位派の推進によるものであったため、 犬鳴山御別館春行後、金納上位派は、太宰府に移されていた上位急進派の五教を鹿児島藩に移して、九州金納上位派の総決起を図り、もしこれを藩主の黒田長広が賛成しなかった場合は、長広を犬鳴山御別館に移して、この長地下を包災する計画であった。この犬鳴山御別館事件が発覚し、木のと牛の獄が起こった。 慶応元年6月20日、金農上位派は全員逮捕されてマスキアの5区に入牢となり、10月下旬火盗司書たち7名は切腹、月形先祖たち14名は残首、女性の野村望む東にの姫島留罪など、厳しい処分が断行された。その後、犬鳴山御別館は、福岡藩知事に就任した黒田長地が、藩内視察で、 犬なる谷に訪れた際に一度宿泊しただけで、あとは放置され、明治17年に暴風により倒壊した。近年の調査により、近隣の民家などの一部や笠屋郡久山町上、久原にある安楽寺栗に倒壊した、五別館の資材が再利用されていたことが確認されている。安楽寺の栗は建て替えが行われ、貴重な犬な木山五別館御殿の意向は失われた。 明治2年、黒田長近が犬鳴谷タ村を訪れた際、法省として犬垣足軽一人につき、米一票を与えたという。正面から右側に大手門があり、左側には絡め手門と石垣、城内には庭園跡と師匠の中根碑が残されている。別館は福岡藩で最後に作られた城として貴重とされており、史跡として、 宮明市指定文化財にも登録されている。古文書によれば、城内に、古典、城外には、足軽詰書、宝蔵、火薬像などがあったとされ、また犬鳴きに入る、各峠に構え口を築き犬鳴き在住の足軽を、廃したと記されている。東海以前の藩主館そのものを描いた絵や写真などの、ものはないが、平成10年に、久山町の旧区の邸から五別館の敷地の絵と、 藩主館などの見取り図が描かれた犬鳴き五別館絵図が発見され、若宮町に寄贈された。平成19年宮若市観光協会などにより、見取り図をもとに模型として五別館を復元することになり、見取り図を調べた結果、藩主館には玄関が設計されていないことが分かった。このことで、犬鳴き五別館が実際に、藩主の遊兵目的で作られたと言われているが、 それを決定づける文献は出てきていない。平成20年に五別館の模型は見取り図通りに作られ、宮あ市中央公民館若宮文館に展示されている。五別館復元模型では、大手門及び絡め手門は二層作りの老門になっているが、平成27年に福岡市博多区の某古美術品店で発見された大大大と文書の五別館古写真では大手、 絡めて両門ともに丹層の八脚門になっている。昭和39年に没した藤島宮さんの記憶によると、14歳だった頃、倒壊した犬鳴きご別館の畳、木材などの廃材を担いだ人足たちの行列を毎日のように見かけていたという。前日の通り、城内には加藤市初中根比陸軍大、進む荒木貞田金所がある。碑文には、 海辺近畿舞鶴城の不便とこれの地これの警告をもって第二の福を過剰となしもって一朝有事の際に備え縁として犬鳴きの別館を築くとある。舞鶴城が使えなくなった時にこのご別館を第二の福を過剰として有事の際に使う予定だったということがわかる。また、殺鳥両藩という言葉も同じく非文にあるため何らかの関係があると見られる。 ありがとうございます。